はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文のこの古語は覚えておこう丸三をお送りします。で、今回も10個ね、古文単語やっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、なんかわかんないのとかあれば、今からね、自分がちょっと説明しながら、意味を書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず丸一番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ね、まず一番が年頃です。ね、まあ年頃の娘みたいな言い方をしたりしますけど、その年頃ではなくって、古文で使うと、これ、長年って意味になります。年頃で長年ね。で、次です。いたずらなり。いたずらっていうと、まあ、今のね、いたずらをちょっと想像したくなるんですけど、全くそういう意味は持ってなくって、二つ行きましょう。一個目。無駄であると。まあ、無駄だよってことだね。で、もう一個が、暇だと。まあ、暇だよっていう意味になります。まあ、基本的には両方覚えてほしいんですけど、特に無駄であるっていう方は覚えた方がいいです。いたずらなりね。で、ちなみに、いたずらになると。一応書いておこうか。カッコでいいですかね。いたずらになるってやると、これ死ぬって意味で使われたりします。いたずらになるで死ぬって意味だね。まあ、ここもぜひ覚えておいてください。で、来ました。やうやうですね。まあ、これ直してヨーヨーになりますけど、これはすごく有名な。まあ、前のね、動画でもやりましたけど、だんだん、まあ、だんだんとが正しい意味になりますけど、まあ、ひとまずだんだんと覚えていてください。だんだんこういう風になっていくみたいな時に使います。で、次が恥ずかしです。で、これも今使う恥ずかしいっていう感じに似てるんで、そこに持っていきたくなるんですけど、その、意味は持ってなくって、まず、一つ、立派だと。もう全然違うでしょ。恥ずかしいって全く入ってないからね。立派だ。で、もう一個が、ちょっとね、慣れない言葉を使うんですけど、これ下入ってるかな？あ、大丈夫だね。気詰まりだっていう。で、こうなんていうかな、日詰まり、どんな感じかっていうと、なんか久々に、すっごい久しぶりに、まあ友達に会いましたと。昔の友達にね。なんかこう、何話してるか分かんないのかな、みたいな状態。気持ちとしては。そういうの気詰まりって言ったりするんですけど。でもまあ、これの意味を持ってるんですが、まあ立派だで、覚えておくといいと思います。で、自分が塾講師の時に、国語専門の先生がいて、で、その人が言ってたら、すごい印象に残ってるんですけど、もう自分が、もう自分の立場が恥ずかしくなっちゃうぐらいにあいつ立派なんだよね。みたいな感じで覚えるといいらしいですよ。そう、恥ずかしが立派ね。もう自分が恥ずかしくなるよーってぐらいあいつ立派だよ、みたいなね。うん、っていう覚え方がいいそうです。俺すごいその覚え方が好きで、今でもそれで覚えてるんですけど。で、次、歌手詞ですね。歌手詞。で、これあんまいい意味で使いません。まず一個。がっかりするっていうね。で、もう一個が、横じゃなくても大丈夫だったかな。気の毒だと。よいしょ。がっかりするとか、気の毒。なんていう使い方をします。歌手詞ね。で、次、サウザウシ。直すと創造詞なんで、まあ、創造詞。ね、今で言うと、騒がしいみたいな。ね、意味になりますよね。創造詞って言われたら、あいつうるせえな、みたいな。なるんですけど、これですね。また意味が全然違くって、物足りないっていう意味になります。サウザウシで物足りないね。で、次、ゆかしです。で、ゆかしは褒め言葉で基本的に使われて、まず覚えておいてほしいのが、心惹かれる。まあ、いいなって思う感じです。で、これがまず根本にあって、あと他にもいっぱい使い方があるんですけど、例えば、何かを見たいとか、知りたいとか、ちょっとひらがなでごめんね。聞きたいとか。
これはあるものに心を惹かれてるんで見てみたいなとか、そのついで知りたいなとか聞きたいなみたいな風に思うんだっていうので、まあ、全体的なに覚えてもらえたらと思うんですけど、まあ、こんな意味があります。で次べからずですね。べからずはね、いや、うん、俺はねピンとくるんですけど、来るかな。例えばどこどこに入るべからずなんていう縦札があったり今でもしますけど、入ることをべからずするなって意味だから、どこどこに入るべからずは入っちゃダメだよみたいな、禁止だよっていう言葉で今でも使うんですけど、そこがもしピンとくればそのままです。ほにゃららしてはいけない、まあ禁止ですよね。とかあとはほにゃららできないなんて使い方もします。べからずね、ほにゃららしてはいけないとかできない。で次後ろやすしです。後ろやすしで、これはですね、安心、まあ安心だと書いておきますという意味になります。で最後さらにですね、今ね使うとほにゃららさらにこうこうこうだよみたいな使い方をするんですけど、このさらにはですね、これ前にもね、動画で出てきましたけど、違うとこで。ちょっと打ち消しにひらがな抜いちゃっていいか。さらにと下に打ち消しの言葉、これをセットで使います。さらにと打ち消しね。を一緒に使うことで、全く、この人は厳しいかな。ほにゃららない。という意味で使います。全くほにゃららないです。で、これは、この語句は覚えておこうの丸1か、2つ前の動画で、梅雨っていうのをやったんですよ。で、その時と同じです。梅雨も下に打ち消しを持ってくることで、全くほにゃららないという意味があるので、それと全く同じだというふうに覚えてください。いいかな？さらにっていうのがいたら、まあ、後でね、違う時でまた説明しようとは思ってるんですけど、打ち消しっていうのが来てたら、あ、全くほにゃららないなんだというふうに思ってください。これもよく狙われます。では今回はこの10個をやらせていただきました。今回もねここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。でそう、本当はね丸3で終わるつもりだったんですけど、すいません、もう1個だけ、だからつまりもう10個か、10単語だけやらせてください。それでこの午後は覚えておこう終了になります。でその後のスケジュールを若干簡単にお話しすると、次回丸4取った後にこの、動画のシリーズは、その、なんだろう、昔の、まあ、作品とかのやつを、ちょっと長めに本文書いて、訳していく。ただ訳すだけで。っていう動画をちょこちょこ入れていきます。で、それはですね、まあ、基本的に、古文が苦手っていう方向け、まあ、自分も本当超、今でも苦手ですけど、苦手な方が、そのテストとか、模して見たときに、ちょっと読めるようになったなってなってほしいんです。で、そっから、読めるようになったから、あ、問題少し解けるよっていう風に変わってってほしいなって、そんなきっかけになってほしいなっていう思いを持ってるので、まあ本文をちょこちょこ動画でやって、訳すっていう、まあ文になれるっていうために動画を撮っていこうと思います。なので、まず、丸4を次回やったら、その次に、また枕草子かな？最初。やる予定が。そうだね。の本文を、まあちょっと入れて、それをやって、で、その後に、まあ文法とか、まあ活用か。とかもちょこちょこやっていこうと思っておりますので、まあ、もしよかったら次回以降もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。